秘宝です。家で飼っていたハラビロカマキリくんがお亡くなりになりました。2月の1日。今までありがとう。ですね、今日ですね、見たらこのように横たわっておりまして、で、ここにね、実はこのデュビアがいるんですよ。まあ、デュビアは餌用として、飼育してたんですが、まだかすかに息があるな。いや、息があるというか、まさに虫の息というか、今ね、虫の息なんです。で、デュビアは餌用に入れといたんですけど、これに手つけてないんですよ。で、最近ね、やけにね、餌食わなくなったなって1週間前ぐらいから、気になってたんですよ。で、全然餌食わねえなーと思って、あれ、デュビア、ちゃんとね、健康な時はね、こう、デュビアね、入れて、次の日にはもう確実になくなってたんですよ。で、食べてたんですけど、全然ね、食べてくれなくなってですね、で、まあ、それは今から思えば四季が近かったのかな、といった感じに思います。はい。でも、まあ、2月1日までね、生きてくれました。ね、以前捕まえた時は、うちのベランダちゃうわ、廊下のところにね、いたんで捕まえましたけど、それからね、まあ、デュビアをね、毎日じゃないけど、3日に一遍ぐらいね、与えてたんですけど、ね、とうとうね、お亡くなりになってしまいました。ちなみにこの子はね、まあ、何個か、4個ぐらい卵を産んでくれましたね。うん。まあ、それが飼えるかどうかはちょっと不明なんですけど、この子は野生採取なんで、交尾してるかどうかは、結局不明なんで、まあ、もしかしたら無精卵の可能性があるんですよ。うん。まあ、なのでね。まあ、このカマキリの、まあ、死体ですが、デュビアにね、多分食べてくれるんじゃないかと思いますので、デュビアにちょっと与えて、見たいと思います。ね。まあ、君の死はね、デュビアに、転生するというかね。受け継いでくれるだろうと、食べてくれるだろうと思います。僕は多分デュビアは分かんないけど、死骸食べてくれるんじゃないかな、食えないかな、ちょっと分かりませんけどね。ちょっと与えて食べるんだったらそれでね、見たいと思います。それではね、残念なお知らせでした。秘宝でした。秘宝です。あれなんて言うんだっけ、不法って言うんだっけ、途方って言うんだっけ、歩法って言うんだっけ、ね、ちょっとね、僕わからないんです。漢字読めないんです。あれ、秘宝って言うんだか、歩法って言うんだか、途方って言うんだかよくわかんないんですけど。それでした。ありがとう。ハラビロカマキリメス。ありがとう。カマちゃん、2代目。